んにちは。お願いします。林体操教室の林です。今日は、走る練習をしていきたいと思います。6月にね、本来だったら運動会が、あったはずなんですけども、コロナウイルスの影響でそれがね、ちょっと秋ぐらい、行うことにと、ね、ほとんどの学校がなってると思うんですけども、本来であればね、その、まあ、ゴールデンウィークから明けたぐらいから、ね、走る練習とかね、学校でしてそれでタイム測ってとかっていうのを、やってたんですけど、まあ、今ねそもそも外出が、ね、できないし、あまりねその外でね走る練習っていうのもね、声が禁止されたりとかで、まあ、できなかったこともねただあると思うので、少しでも、その走りに対して、プラスになるようにちょっと体の使い方を、教えていきたいと思います。まず最初に、まあ、準備体操みたいなものですね。かかととかかと、これをね、上げます。背伸びします。で、次につま先を上げる、背伸び、つま先上げ、背伸び、つま先上げ。これをね、まあ、早くやる必要は、ね、そんなないです。で、まあ、つま先上げるときにね、ちょっと重心後ろすぎるとかこう後ろに倒れちゃったりするんで、ちょっと気をつけながら、背伸び、かかと、立ち、まあ、これなんでね、これね、まあ、10回ほど繰り返して、刺激を入れていきます。で、次に、足はね、ちょっと開いて構いません。左右に、足を傾けて、膝も曲げていいです。だからスキーをね、こうやってるようなね感じで、左右に倒していきます。で、これ、ね、何をしてるかっていうと、これね、足首の、可動域が広がります。そうすることによって、怪我をねしづらくなったりとか、あとはその踏み込む力が、あの可動域が広がることによって強くなったりとかっていうね、蹴り出しがね、あの強くなったりしたりするんで、このね、地味なトレーニングでも、やってみてください。で、次ですね、今度はあの足首だけじゃなくてね、このね、股関節の可動域を、ね、広げていきたいと思います。で、やり方は、単純です。何かね、壁にね、こう、支えを行って、まあ、椅子でもいいです。支えながらやっても構いません。で、支えなしでできるとは支えなしで、足を前後に振っていきます。こういう感じ、ボールをこう蹴るような感じ。これもね、10回ぐらいでいいです。で、前にね、こうね、こういう感じでね。で、次に、横にこう開きます。できるだけしっかり振って振って、でこれでできればね、こう腕も使って重心のね、バランスを取りながら行ってほしいです。で、これね、片っぽ終わったらこの反対、また前後に振って、この時も手をね、しっかり意識して振って、重心が、ずれないように意識してください。こんな感じで、で、また横、手をしっかり振って、足と手の、連動がね、イメージできるようにしていきます。もうね、こうやってやった時点で、もう足首周りと股関節周りの可動域が、もう相当広がってます。外だとね、体操で開脚して柔軟とかっていうのがやっぱしづらいんで、こういった形の、刺激を与えて可動域を、広げる。まあ、ダイナミックストレッチとかね、よく言われてるんですけども、そういう形で、下半身の準備を整えていきます。で、次にですね、ちょっとね、走るときに、実は腹筋使うんです。腹筋に力を入れてるから、膝が上げれる。足を踏み出せる。で、ここが弱いと、足上がらないし、まあ、ブレちゃうし、当然速く走れないです。なので、腹筋を意識して、膝を上げる練習をする。で、これを、
やるためにはちょっとね、抱え込みジャンプっていうね、あの体操の準備体操ね、やってるんですけど、膝をしっかりね、上に上げて、できるだけ、まあ、地面と平行に持ってくる、こういう形で、まあ、より、ね、刺激強くするためには、まあ、足音を、ね、立てない、まあ、かかとから降りると当然、走る時もブレーキになってしまって速くは走れないね、後ろ重心になっちゃうから、なので、まあ、つま先から入って地面に着地ですぐ踏み出せる、まあ、連続して抱え込みジャンプをすることによって実は速く走る使い方になってます。でちょっとねこう刺激を入れてあげると、筋肉って力を入れてあげると力入りやすくなってくるんで、そうやってね刺激を与えてあげると、まあ、そこまでね腹筋腹筋って考えなくても意識がいくはずなので、ちょっとやってみてください。でここまではね体の準備です。で次に、こんなものを、用意しました。ペットボトルとか身近にあるもの何でもいいです。これをね、こうね、またいで、またいでっていう、ね、トレーニングをしてほしいんですけど、まあ、大体ね、そんな無理なく一歩いけるぐらいの幅に、ね、一回調整して、で、ポイントがあります。まず、足の上げ方。これね、よく、障害物があると意識しちゃって、こう横からね、入っちゃったり、ここはまあ、またぐ、外からね、とか、内からまたぐ、ねじるとかっていう風になる人が結構実は多いです。障害物はあるんだけども、しっかり意識してまっすぐ足を上げる。で、この時に、今もね、右足上げてるんですけど、そしたら左手を振って、この歩く時のね、形、走る形作って、で、つま先で着地。これ、かかとつきません。で、また形を作って着地。また形を作って着地。まあ、こういう感じでね、フォームを意識していきます。で、何にもなくてもまあいいんですけど、何にもないとやっぱりどうしてもね、こう正面から見たときに、上げる方向がちょっとね内気味になっちゃってたりとか、逆にね外に開き気味になっちゃってたりとかってことがやっぱどうしてもあるんです。で人間の足の構造上はつま先でね踏み出して飛び出していくんで、そこでのねスピードが走るスピードにつながっていくので、そのブレが本当にねないように意識してフォームをイメージしていく、自分の中でイメージしていく、足をしっかり上げる、しっかり上げて上げて上げて、でもしね高さが、まあ、このカバンだったらね高すぎるよみたいな、このぐらいちょっと高すぎるよっていう、まあこれだと30センチぐらいかな、まあ大人でちょうどいいぐらいですから、だから子供だったら、500ミリのね、ペットボトルとか、お父さんのビールの350の缶とか、そんなでも構いません。何かしらちょっとしたね、段差があるといいです。こういう感じで、またいで、またいで。で、この時に、さらにですね、体も全然ぶれないように、できれば、お腹に、まあ、腹筋に意識入れて、力入れながら踏み出す、踏み出すっていうような、トレーニングをしてみてください。家の中でね、ダダッと走ることはやっぱりね難しいと思うんです。全力で走るっていうのは特に小学生になると、まあちょっとね家の中ではさすがに、で、まあ例えば外雨降ってるよ、まあ今日みたいなね自粛とかね、そういうことがなくてもやっぱり、ね、外に出れない環境っていうのはあると思います。
なのでそういった時にはちょっとねこうやってフォームの確認をして、こうやって意識し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 てで、ね、この、ね、重心の移動を、イメージして、で実際外に行った時に、まあ、急に、ね、速く走るんじゃなくて、まあ、軽いね重心の移動、まあ、弾むような感じでいいです最初は。で行って次に弾むところで、ね、ロスが大きくなるから、腰の位置が地面と平行をね行くようなイメージで足をね上げていくっていうような、トレーニングにしてだんだんねスピードね速く前に前に行くっていうような、イメージで練習するとうまくいくと思います。あとはもう走れる環境も全然ないよっていう人、そういう人はやっぱりね抱え込みジャンプ、ね、これとあとはね、まあ、体操だったら倒立で、なんで倒立かっていうと倒立止まるときに腹筋すごい使います。で腹筋をただ使ってるだったらじゃあ普通の腹筋でいいじゃんなるんですけど、そうじゃなくて、体操を、ね、締めるっていうのがあります。体を締める、ギュッとこう力を内側にねギュッとねいる方を締める。で倒立まっすぐビシッて立つためにはやっぱどうしても、ね、体を、ね、締めなきゃいけないです。緩んでるとねどうしても乱れちゃうから、でしっかり締める。でその、ね、締める意識を入れるために、倒立だからね、倒立にしっかりできて抱え込みジャンプしっかり取れる子、足を遅い人いないと思います、はっきり言って。もしいるとしたらもう確実にフォームが絶対変です、うん、っていうぐらいの、ね、そこ大事な部分になってきますので、ぜひお家で、トレーニングをして、でその成果を外でバンと発揮してみてください。ただ一つ注意点があります。やっぱりでも一番はこうトレーニングをちょこ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 つなげていくよりも日常的に外で遊んだりとかそういうことがね、たくさんね鬼ごっこしたりとかっていうのがやっぱりね一番大事です。なので、コロナウイルス収束した際には、ひたすらねトレーニングにねこう打ち込むのではなくて、人と人とのコミュニケーションが取れるようになった時にはぜひ、そうやってみんなで楽しく、走り回って遊ぶようにしてください。以上本日の動画でした。ありがとうございました。また今度。